なんだっけ、あ、じゃあ挨拶変えんの、挨拶スタッフのナナミです、スタッフじゃなくするんだよね、あれ、あ、書店員にするんじゃない、あれ、やっぱ行った方がいい、あ、そっか、そ挨拶難しいね、じゃあチャッ、はい、じゃあはい、皆さんこんにちは、チャプターズブックスター書店主の森本です、スタッフのナナミです、はい、やっぱこれで行こう、はい、なんでこんなグダグダしたかというとチャンネル名を変えるんだよね、そうです、なんだっけ、楽しい本と書店員、書店員ここ大きく出してもらおう、テロップで、タノ本っていう、ね、うん、チャンネル名でちょっとやっていこうかなって思って、なんかごちゃっと本棚もね好きだったんだけど、うん、こんなね見られると思ってなかったもんね、びっくり、私たちが一番びっくり、だからこんなに見られると思ってなかった、適当につけちゃったから、もうちょっと何を伝えたいかってことを考えて、はい、楽しい本も、そして書店員の日常を話したいと思ってめっちゃわかりやすい、ね、チャンネル、楽しい本と書店員っていうことにしました、なんか書店員の日常もっと出したいね、そうですね、うん、私そろそろ釣りしながら読書しに行きたい、あ、言ってたね、そう、最近のチャプターズニュースは何だろう、あ、なんかちょっと店内を少しずつデコレーション変えたんで市ヶ谷の店で待ってますっていうのと、そうね、秋が来るから釣り堀しながら読書、釣り堀しながら読書やってほしい、何しよっかな、結構あのニコタマ読書とか、うん、あとなんだっけ、喫茶カバ読書の動画が楽しかったですって言ってくださる方多くって、うんうん、ツイートできないんで、ね、行こう行こう、うん、あ、美味しい、で、今日は何の企画でしたっけ、はい、今日はですね、今年頭ぐらいにも一回やったんですけど、うん、お悩み相談、うん、お悩みをいただいて、うん、それに対して選書でお答えするっていうのの、うん、今回第2弾になります、うん、はい、いっぱい来たね、めっちゃ来ました、インスタでまたストーリーで、あの恋のお悩みとお仕事のお悩みっていうのを2つに分けて聞いてみたんですけど、うん、合計30件ぐらい来ちゃって、あ、そんなに、はい、あの結構長尺な動画になりそうかなみたいな、ちょっと精一杯お答えしていきましょう、はい、はい、どうしよう、お仕事編と恋愛編、そうですね、うん、で私お仕事をね、で私お仕事あんまり得意じゃないので、うん、恋愛編でちょっと行きたいと思います、はい、お悩み読む、うんうん、答える、あ、分かったみたいな感じで、分かりました、なんか最初ダダダーと言ったよね前、じゃあ来てたお悩みを私がちょっとダイジェストで一回そう紹介しますね、はい、全部で20件、すごいね、転職する勇気が出ません、そして先日会社を退職し、退職という罪悪感で毎日悩んでいます、うん、唯一の同僚とうまくいきません、先輩と会わなくてモチベーション下がってしまいます、はい、好きな仕事を情熱持ってやりたいけど穏やかで安定してる仕事も捨てがたい、効率的に仕事を進められません、社長の心ない一言が嫌で逃げようとしてしまいます、本に関わる仕事がしたいです、仕事がルーティン化してしまいダラダラしてる自分が嫌です、価値観の多様化に悩んでいます、うん、管理職です、成長のストギリオも読みたいです、すごいいっぱいあるね仕事以外の時間を大切にしたいと思うのは悪ですか、じゃない、何にもできなくて終わらなくて辛い、あるね、やってみたかったカフェでの仕事を7月から始めました、うん、でも心が折れそうになります、そんな時期を乗り越えられる支えになる本が読みたい、会社で働いてると目標や目的見つけるのが難しい、仕事行きたくないずり休みしちゃった、会社の雰囲気が合っていません、転職すべき、アラフォーですが転職悩んでます、人間関係は良好ですが仕事内容に飽きちゃってます、自分にだけ当たりの強い上司に悩んでいます、はい、結構シビアなのね、これさ本で答えられるかっていうことにまずこの質問が来た時私なんかこう悩んだ、本じゃなくても難しいのに、うん、これはいろんなレイヤーから書店主の腕が試されますよ、そうだね、来ましたね、でははい、行ってみましょうか、まずはじゃあ転職する勇気が出ない、今の会社安定してるけどやりたいことじゃないなっていう、はい、もう一個これも近いのかな、あ、そうね、あの好きな仕事を情熱を持つ仕事をしてみたいけど、うん、穏やかで安定してる仕事も捨てがたいです、はい、2つ分かりました、それはこちら、うちのお店でもすごい売れてます、月と6ペンスサマセットモームですね、なんか結構この後仕事系のお仕事小説続くんですけど、うん、小説が好きで小説に助けられて生きてきた人生だから物語を選書したいなと思って、ダメだいかん仕事ばっかりの本になってると思う中で、うん、こうちょっと入れてみた、そうですね、めちゃくちゃ小説、めっちゃいいと思います、これは、ものすごい真面目に働いてきた銀行員、うん、これ画家のゴーギャンがモデルと言われている作品なんですが、うんうんうん、その主人公が家庭もそのね、固い仕事も捨てて、うん、
画家になりたいという長年の夢を叶えるために身一つでパリに移り住んで、まあ、そこで夢に向かっていくっていう話ですね。でなんでこれをこの勇気が出ないとか情熱持って仕事してみたいみたいな人のおすすめかっていうと、もう夢を追うことも読んだよねこれ大好き夢を追っても半端じゃないなってことを教えてくれる作品で、圧倒されちゃうんですよねこっちが。そのこんなに貧しくて、こんなに大事だった家族を捨てて、周りにも迷惑かけながらも、もう脇目も振らず頑張ることって、なんかちょっと痛々しさすらあって、だけどこうその人しか放たない多分光が眩しかったりして、やっぱこうちゃんと傑作を作っていくんですけど、これ読んでしゃ自分も頑張ろう、やっぱり人生与えられた使命があるって思うか、いや安定大事みたいな、えどっちでしょうね、ってなるか、心のすごいいいバロメーターになるんじゃないかなと思って。どっちでした、萌音さん。私は結構こう熱血女だから、もうこういう本を読むと焚き付けられたら、自分は人生でやりたいことを魂を燃やしてやっているかみたいなことに向き合っちゃった。ななみちゃんどうだった？私もどっちかと言ったらそっちなんですけど、なんかしゃこんぐらい頑張ってやるぞっていうよりかは、このなんか人間臭さの中の美しさみたいな、すっごい、いいなって思っちゃって、そんな人になりたいって思った感じです。小説としてももちろんね、もう名著でものすごく面白いし、でもあえてこう仕事を悩んでる時にこういったアートとか海外文学っていうちょっと距離のある作品から自分を見つめ直すのもいいんじゃないかなと思って、これおすすめです。あ、なんかいい選手しちゃったなんかいい選手しちゃったね。はい、じゃあちょっとどしどしください。次ですね、はい、いきます。先日新卒で入社した会社を退職しました、はい、なんだか退職という罪悪感で、毎日うつうつとしています、頑張るがちょっとしんどいのですが、背中を押してくれるようなお守りの一冊はありますか、っていうお悩みです。これは、でもここにはないんですけど、津村きく子さんのこの世にたやすい仕事はないをおすすめしたいと思います。あ、お店あるんじゃない？ありますね、持ってきましょうか。 ありがとうすいません、ありがとう。あ、これも身長ですね。身長関係ないけど美しいね、やっぱ、白絵撮るのも。これはもう本当にタイトルの通り、小さな仕事をやり続けるっていうチャプターズの、この動画でもすごい何度も多分おすすめしてるし、チャプターズもおすすめしたんですけど、なんかねこれでいいんだって思わせてくれる作品で、仕事悩んでる時は目線すごく下げてくれるし、逆に悩んでる時はちょっとペース落としてくれるっていう意味で、お守りのような一冊って言ってたので、まあ、繰り返し読んだらどうかなっていうことでこれにしてみました。これは本当にあんまりこう暑苦しいエールもなく、逆に自虐もないよね、この淡々としたちょっとクスと割れるんだよね結構いろんなお仕事経験するじゃないですか、ニッチですよ、それがすごい好きです。短編でね続くので、これ5章まであるから、休憩時間とかちょっと読んで、あ、こんな感じでいいんだとか、自分がこの本のもうちょっとやる気満々気味にいるか、まあ、この本ぐらいのこうなんかこう平熱というか、なんかちょっと温度感低めでいくかみたいなことのバロメーターにしてもらえばいいなっていうことで、ちょっとおすすめです。頑張りがちょっとしんどいっていう時もこれは結構いいですね。いいよね、はい、さすがです。おすすめです、はいはい、じゃあ次いきますね、はいはい、辛い、唯一の同僚とうまくいかない時、どうしますか。なんか持ってきたっけな。あ、これもちょっと持ってくの忘れてきますね。ごめんごめん、はい、そっか、もうバタバタで準備して、いやなんか仕事の合間にこの選書をねちょっと考えてたんですけど、あまりにみんなの選書が悩みが切実でギリギリまで悩んじゃって、あれあるかな。はい、どうぞすいません、これもチャプターズのお店でも大人気、行ってみましょう。柚木麻子さんのナイルパーツの女子会です。これは文春も綺麗ね、はい、これは同僚とうまくいかないんでしょ。もうね、もっとうまくいってない人見て自分はどうするか考えよう一回、なんかさ、合わない人と無理して合わなくてもいいからね。このね、出てくる女の子2人どう頑張っても合わないですもんね。合わない、そう、しかももうちょっとホラーを感じるぐらい合わないからこの道をたどるんだったら、上辺ってあんま良くないかもしれないけど、そのお互いの心地よい領域を犯さないように
進んでいくっていうことも大事なんじゃないかなとちょっと思ったりします。なんかみんなとみんなうまくやるって難しいからね、うん、だけどさ こっちが人間関係で頑張りすぎると絶対どっかでなんで私ばっかりっていう蓄積ねされちゃうから、自分も気持ちいいところに止めた方がいいって、なんかそこを探したいよね。うまくなんかそういう時ってさ共通の好きなもの見つけるか共通の敵見つけるかどっちかだと思うんだよね。だから仕事でなんかあのプロジェクトマジだるいよねみたいので一回ちょっとつながって、うんうん、その仕事のこの話は気が合うみたいにしていくか、それとも逆になんか全然違うプライベートの、まあ、読書でもいいし、うんうん、例えばなんかキックボクシングやってみようと思ってんだみたいな、それ私だなんかいい道場知らないみたいな、ちょっとなんかこうお互いの共通項見つけに行くとか、なんかそういうことしてもそれ以外はなんかそんなにこう深いところで関わろうとしないっていうのも私は処世術としてすごい大事だなと思います。程よい距離感、程よい距離感をもう全然わからないこの距離感つかめなかった女の子が主人公2人出てくるんで、ちょっとそれでうおーってなって自分のリアルはどうするかっていうのを決めててほしいなと思います、うん、はい、いいね、おもろいですね続いて、はい、続いて、うん、あ、先輩と会わなくてモチベーションが下がって仕事のやる気がなくなってきていて悩んでいます、はい、あともう一個これも同じ本か、うん、社長の人への心ない言葉が嫌でどうにか逃げようとしていきます、ね、結構こう上司とか先輩と会わないみたいな感じですね、うんうん、あるよね、職場選べないからね、うん、これ七海ちゃんから選手した方が良かったかもね。そうですね、むずい上司との付き合い分からない、私むずい上司じゃないから私結構いやちょろいちょろい上司かな、ちょろいかない、いやでもすごい反省した最近、七海ちゃんに私次何やればいいって聞きまくってたなと思って左腕にねならないといけないで、皆さんあそうね左利きだからねその上司との関係性悩んでると、はい、これは鳥と湊っていう新しい本をお勧めしたいなと思います、うん、佐原ひかりさんの本です。これね人気で重版したんですって、うん、そうなんですね、うんうん、で私も読んで、ちょっと私が書いたその明日は起業日に近い部分があるかなっていうのを感じたもの、それはなんかこうストーリーラインが、仕事がしんどくって辞めて、うん、でひょんなことからお手紙文通をするようになって、その文通が楽しくて文通でをビジネスにしたらどうだろうかっていう風に進んでいくっていう、なんか良さそう、そうたどる道がねちょっと似てていいなと思ったと。でこれなんで先輩とか社長に悩んでる人にいいかと思ったかっていうと、このね彼女が結局辞めてしまう会社は、うん、なんか朝礼で毎日気づきについて話して、それをアンケートで集結しなきゃいけないみたいな、なんかなんでこんなことやんなきゃいけないんだろうってことをすごいやらされるの。でそのなんか冒頭なんかなんでなんでこんなつまらないことやらされなきゃいけないんだろうっていうのが最後プツってきちゃうんだよね。で人の仕事のなんかもういいっていうプツって本当に結構いろんな時に来ると思うんだけど、この本すごい丁寧に書かれてて、一緒に悩めるというか、その職場になんかこう脳を突きつけるなんかタイミングがあって、それが気持ちよかったんで、そこからその自分の好きなことやっていくから、なんか冒頭がすごい合うんじゃないかなと思いました、うん、全然タイトルから想像できない。そうなの、で結構難しい職場でその飲み会とか上司への気遣いをしなきゃいけないとか、なんか上辺の人間関係とかみたいなことになんか限界の来る、その限界が来た描写が、まあ、トイレから出られなくなっちゃうっていう、大企業だとね結構あるんだよね、トイレの時間わざと長くして聞きますね、なんか1分でも職場の、ね、デスクにいないようにするっていうか、ちょっと人で悩んでる人は、その人で悩んでる子がどういう風な仕事をしていくかっていうので、うん、鳥と湊といいかなと思います。すごい結構がっつりお仕事小説なんですね。そうそう、で彼女がその文通屋さんを始めていくのは本当クラウドファンディングしたりとか相棒を見つけたりとか、うん、結構なんか企業のプロセスもすごい近くて、だけどその企業っていうよりはどっちかっていうと、もうこれって私現実逃避なのかなとか、好きを仕事にするって言ってるけどそんな甘いもんなんだっけみたいな自問自答が続いていって、結構同じ目線でいけるかなと思います。ただちょっと今本当に悩んでたら同じ悩みの人を見るとさ結構本しんどいじゃん、一緒に持ってかれちゃいますね。そうそうそう、だから気持ち引っ張られちゃうからちょっと読むタイミングを気をつけてほしいなと思いながら、鳥と湊作品としても面白いのでおすすめです。はい、はい、じゃあ次いきます。お願いします。効率的に仕事を進められない、うん、仕事を辞めたい毎日行きたくない、昨日ずる休みしたしちゃったか、でもなんかっていうお悩み、よかったね、そのずる休みしたことをここで吐き出せるとさ、うん、一個懺悔になるからね、いいね。
はい、そんな人にはこちらです。石川由紀さんのポンコツな私で生きていく。石川由紀さんは普段フリーのライターさんとしても活動してて、私もインタビュー2度ほど書いていただいた経験があるんですけど、すごい紡ぐ言葉が解像度の高い言葉で書いてくださる、その言葉選ぶ言葉が好きで読んでみたら、なんか本もすごい良かったと。でこれ私と彼女は多分全然違うなんか人間性というか仕事へのモチベーションで、ポンコツな私でそのまま生きていくっていうことを彼女は言ってて、私はなんか描いた夢に背伸びしてでも傷ついてでも届きますようにみたいな生き方だから全然違うんだけど、その彼女のこの本すごくいいのは、職場仕事をね大企業でしてたのよ。でその仕事でも全然うまくいかない、だからフリーになってみた、自分の生きやすい働き方をしてみたって言ったらどんどん楽になっていったっていう実体験を元にこうまとめられてるので、なんかもしかして今魂を燃やせてない人ってその職場が合ってないのかなっていうことを気づくためにも、彼女の本ちょっと読んでみるといいかなと思いました。そういうことか、うん、自分を変えないで環境を変えるっていうことも時には大事なんだよっていうのを、私はそれうまくアドバイスできないけど、石川さんはすごいしてくれるっていう、ポンコツなままでいいじゃんって言い訳じゃなくて、そんな私がどう生きるかっていうこと。私タイトル見てその、なんか許しちゃうのって思っちゃいました。なんかね、その程よく働き程よく暮らすっていう、そうなんだ、自分のね身の丈に合った生活ってよく言うけど、どこに置くかみたいなことの一つサンプルとなってくれるんじゃないかなっていうので、今悩んでる人おすすめです、なんかあれに近いかも、転職ばっかり上手くなる。だからさ、じゃあそれも一緒に いいかもね。どっちの著者も、私今34歳でよりもちょっと下、多分20代とかアラサーぐらいなのかな、とかだから、もしかしたら同じような気持ちの人多いのかもしれない ね、 そうですね。なんかどこ行っても合わないような気がして、結局やってみたのがフリーランスみたいな、すごいいいことだと思う。でもそのフリーランスはになったから仕事が楽になるわけじゃないから、自分に厳しくするところはするって覚悟してから動いた方がいいんじゃないかなとはちょっと思ったりね。はい、します。これもおすすめです。ほんじゃ次、はい、ほんじゃ次、おじゃ次これに行きましょうか。本に関わる仕事がしたいけど起業の勉強ってどこでしましたか。はい、これ読んでください。さあ起業日私が書きました。本の仕事で起業したいならもう絶対これだと思います、今取り次ぎが出てきたり、本屋の作り方が出てきたり、政策金融高校でのお金の借り方が出てきたり、もう本屋開くデイゼロというか、めちゃくちゃリアルですよね、なんか私がこのサービス作るときはこの本なかったから、もう今から本屋やる人はラッキーですこれ会社として株式会社として本のサービスやるっていう中だとも絶対おすすめです。損はさせないかなと思います。あとは私に関してはあんまり勉強するってよりも、もうリブアンドラーンというか、まず失敗してもいいから始めてみるってことを大事にしたから、あんまりね勉強して何かをしたっていう感じではなかった。じゃああんまりなんか企業論経営みたいな、全く読んでるの見たことないよね。そう、家にもないし大丈夫。でもこれは私さ、出版した当初さ、もう怖すぎて自分の本が初めて出るのが、なんか読めなかったんだけど、最近ちょっと友達がさ家にあったからパラパラ読んだら、もう結構面白かったこれ私あと1年ぐらいして読んだら楽しいんだと思う。まだねやっぱりちょっと書き立てって読めないんですか。読めない、なんかまだすみれちゃんのことを客観視できないと思う、そうか、私すっごい楽しんじゃった。よかったからぜひ読んでください。はいはい、ほんじゃ次、ほんじゃ次、よし。価値観の多様化した若手と古い考えの上司の板挟みに悩んでいます、管理職の成長話を読みたいです。はい、それはあります、これも一回紹介したかな糸山明子さん、御社のチャラ男です。それなんだ。これすごい面白いんだけど、てか糸山さんの文章すごいハマっちゃって、私バカ者とかもなんかちょっと強烈な性描写から入るんだけど、超良くて、糸山さんとにかく作家さんとしてはちょっと大好きです。でこれはいろんな人の目線から同じその自分の会社にいるチャラ男について追っていくんだけど、一人のチャラ男と一緒に働くこの人たちが、例えば33歳一色智子とか、森俊邦41歳とか、あと穂積智明69歳とか、いろんな人がその自分がのチャラ男がいる会社の職場の人間関係をちょっとずつ喋るっていう話で、この中になんか管理職のちょっとこう気だるさとか板挟みの感じとかっていうのは共感性いっぱいあると思うから、そういう話なんだ、そうそうそう、これねちょっと
これチャラチャラした話かと思ったら、めっちゃチャラ男がウェイウェイ系で出ますみたいな全然ねチャラ男出てこないのむしろそうそう人間関係の話で職場の、面白いと思う。結構記号的にチャラ男って使われてて、で私が特に大好きな章がねめっちゃおってある。そうそうこれやっぱ面白くてさめっちゃおってんだよね。あ、各社のチャラ男、佐久間和子48歳の目線から見たそのチャラ男っていう話があるんだけど、なんか彼女がこう同い年ぐらいの48歳ぐらいの女の子と一緒に東京でこう休日を過ごすっていう一日の話があるんだけど、ここはすごい女性が20年間同じ会社で仕事をしてきて感じる立ち止まりとか、これで良かったのかとか、いやその自分を肯定したいんだみたいなところが鮮やかに書かれていて、私はとっても好きでした。だからこの悩み相談してくださったの女性かな。管理職の成長の話ではないんだけど、あのまあ分かる分かるこんなことあるよねみたいな形だとすごいいいかも。あとはここにはちょっと手元ないんですけど、あの君は誰かのどうでもいい人、っていう本があって、それも私あのサラサラっとしかねそれ読んでないんだけど、いろん職場の人をいろんな目線から切っていくっていう話だと、確かに中間管理職の人もいた気がする。これお仕事なんだ、そうそうそう、これもなかなかあの面白いかな。あとは美味しいご飯が食べられますように、もう最近だと あれ何賞だっけ、ご飯芥川賞、美味しいご飯が食べられますように。これも職場の仕事と食べ物と恋愛、職場でうまくやっていくにはみたいな処世術の本だったりするんで、処世術とかこのままならない人間関係の話だったりするんで、その3冊どれかお気に召すものがあったらいいなと思います。すごい3冊も出てきた。おーいいねでもちょっとね成長するかは分かんない、ごめんなさい、私のちょっと勉強不足で、なんかいいのがあったらあの近々紹介したいと思います。はい、では、はい、次会社で働いていると目的や目標を見つけるのが難しいです。もう1個、仕事以外の時間を大事にしたいと思うのは悪ですかっていうので、はい、2つ一緒ですかね、本が。これもちょっと、はい、うちでバカ売れしてて今ないんですけど、あ、ないのか、あれがある、これ何回入れてもすぐ売れちゃいます ね、もう何冊売ってんだろうねうちで、はい、すいません、ありがとうございます。本日2人目のあさこです。ゆずきあさこさん、その手を握りたいです、はい、これはもうチャプターズのパーソナル選書でもうダントツ売れてる、でもう 20、30 代働く女の子ぶっ刺さりの小説で、私も大好きです、でその目標をつけるのが難しいとか、仕事以外の時間大事にしたい、それ全然いいと思う。仕事ってだってお金をいただくことだからね、仕事をさキラキラ私らしくなってさ、まあ、できたらいいけど、それって多分2番目で、1番目は定時に行ってお給料をいただくことだからね。なんかそっちをちゃんとやれば別に仕事のモチベーションが仕事に向いてなくても全然私はいいと思う、そういう意味でこの主人公は銀座の回らない高級お寿司に感動して、これを自分のお給料で食べられる女性になりたいと仕事に奮闘していくっていう10年のお話です。だから美味しい寿司屋に通うために毎月労働を頑張り、給料日を心待ちにするっていいよね。最高だと思います、そんなことでいいと思う、もう一個、小学館文庫から出ている上流階級もおすすめです。これはね、外商のお話で、外商ってこうデパートの超乗客に対してこう訪問してお買い物してもらうっていうパーソナルショッパーみたいなことなんだけど、もうとにかく金払いのいい人たちがもうポン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 お金使ってて、もうブランド物、ペルシャ絨毯、なんか家のリフォームのなんか土壁のすげえいいやつがもう売れる売れるみたいな。だその買い物すごい気持ちいいじゃないですか。だからお金使う人見てるのも気持ちいいし、っていう意味だと仕事以外の自分の時間を大事にしたいってことはきっとやりたいことがあって、それはもしかしたらお金を伴うものかもしれないし、趣味かもしれないし、ちょ全然ねお金関係ないかもしれないんだけど、買い物でストレス発散になるからね、買い物しようぜっていうので、このねその手を握りたいと上流階級は仕事を頑張った先のもう仕事はいいんだこれで私は、だけどどうやって楽しく生きていこうか、仕事以外の時間どうしようみたいなことのモチベーション探しの人に超おすすめです。そしてこの2作品も作品としても超面白くて、はい、ちょっと女の子だったらいいなこの相談してくれたの。そうですね、はい、うわ読んでみてください。確かに。おい次、はい次、お次、お何もできなくて終わらなくて辛いです。お叫んでくれたのかな、はい、びっくりマーク2つもついちゃってる。これは合ってるか分かんない。株式会社ネバーラ北関東支社です。あのね、まあ、辛いよね、辛いし終わってないから本読む時間ないと思う、全然、ね、そう。これもちょっとおすすめする本ないなと思ったんだけど、
もしねちょっと読む時間があるなら読んでほしいなと思ったのが、うん、このネバーラ。これはもう仕事に全部疲れちゃって、恋もうまくいかなくって、うん、ほとほともう疲れ果てた主人公が、うん、北関東の全然好きじゃない納豆の会社に入ると。好きじゃない？あ、そうそう。でそこはいきなりもう超田舎で、うん、自転車通勤でもう5時には上がれて、いや、そう、地元には居酒屋一つみたいな。でそのなんかこう分かりやすいルーティンの中にハマってって、田舎の仕事の暮らしにだんだん慣れていくっていう、頑張りすぎちゃった人の先の話で、でも最後ねやっぱ仕事ってどこで働いてても頑張り屋さんって頑張っちゃうんだよね、うん、だからこの人もすごい仕事頑張ってると思うから、もうどこ行ったって頑張っちゃうのはそれは多分あなたの素敵なところであり、あの変わらないでほしい、変わらないきっと性格だから、そのまま頑張ってほしいけど無理しないでほしい、でこういう選択肢もあるよっていうことで、うん、あのちょっと違う職場を選んでみた編っていう、なんかこう旅みたいな気持ちで読んでます。でも読む時間あるといいね。終わらなくて辛い。でもやらなきゃいけないことは見えてるんだね、きっと。だから何もできなくはないと思うよ。全然無責任なことはね言えないけど。でも頑張ってなかったらこんな辛いですって言うの。そうだよね。それ頑張ってる証拠だから、うん、あの休み休みやってください。体調だけ気をつけて。うん、寒くなってくるね。はい。はい。次。次。お。なんだ25歳の主婦です、うん、ずっとやってみたかったカフェでの仕事を7月から始めました。毎日新しい知識を頭に叩き込まなければいけなかったり、自分で考えて行動しなきゃいけないので心が折れそうになることが多く、自分に向いてないのかなと悩んでしまいます。仕事はすごく楽しいので続けたいです。今この時期を乗り越えられるために支えになる本があれば教えていただきたいです。はい、はい、なんか異業種にね飛び込んだみたいなことでいくとちょっと違うんだけど、うん、でここにもないんですけど、おすすめはボナペティ、うん、臆病なシェフと運命のブルシチをおすすめします。これはあの、ね、食品会社で働いてた女の子がなんかむしゃくしゃしてビストロに行ってみると、いつも行ってた店のシェフが変わって雰囲気変わっちゃってたと。へ、でそのひいきのお店がなくなっちゃうってすごい悲しい、じゃあ私がこの飲食店の経営やればいいんじゃないって言って、会社を辞めて一年発起その店を自分で始め、もう再建するっていう、めちゃくちゃ馬力のある女の子の話で、なんかこれ続編もあって、あと続編も好きなんだけど、こう夜お店が閉まった後にこうエクセルをね叩きながら、あ売り上げが全然立たないとか、このままだと潰れちゃうみたいな、その心細さみたいなことをすごいちゃんと業者としてあって、私も最あの会社を立ち上げた身だから、これ読んだ時にすごいなんかそういう閉店後のあもうどうしようっていう夜の不安にすごい共感して支えられました。美味しいご飯が食べたくなるグルメ小説でもあるんだけど、私はお仕事小説として支えられたので、あのぜひボナペティ読んでほしいなと思いました。しかもさ、カフェだからきっとご飯好きだと思うし、そうですね、うん、なんか近い雰囲気なんですね、うん、あのいいと思 う、ぜひ読んでください。はい、じゃあ次、あもう結構終盤だ ね、はい、あと3冊かな、行ってみましょう。はい、行きます、はい、会社の雰囲気が合ってない、うん、仕事の内容はやりたかったことだけど転職すべき、うん、っていうのと、アラフォーですが未経験の職種に転職しようか迷い中、うん、そんな気持ちに寄り添う本が読みたいですっていうのに、はい、同じ本ですかね。そうです、やっぱ転職系ってことでちょっとまとめてみました、うんうん、これすっごい良かった。藤岡陽子さんのメイドイン京都、これ実際にあった話をモデルにしてるんですって。あ、そうなんですね。そうそう、この方モデルがいて、あの書かれた小説なんですよね。あのね、彼女はちょっとお金持ちの子と結婚が決まるんですよ、うんうん、で、そうそういいよねで京都に行って、そのお家のしきたりとかあれこれとかに馴染めず、そんな時にミシンが趣味のね支えになってくれて、あこれで仕事できたらどれだけいいだろうって言って、なんと結婚を諦めてそっちの道に進むっていう話なんです。そう、結婚諦めるというか、まあ、結婚をどうしようかなと悩みながら、まあ、自分の夢にどんどんこう時間を使っていくという話なんですけど、転職すべきか悩んでるっていうことは、結婚がなんかちょっと自分と違うんじゃないかなと思って、そういった趣味に没頭してそれをお仕事にしていこうって思っていくプロセスは、向きはものこそ違うけどマインドは近いんじゃないかなと思って、彼女のその仕事の仕方はすごく尊敬できるというか、あの本当七転び八起きて、何度も何度も騙されたり、あの嫌な思いしたり、
虐げられても絶対に進むっていうそのひたむきさが、しかもその小説っぽい大きな夢みたいな展開があんまりなくて、あ、なんかリアルだなと思って私もすごく励まされたので、悩んでる時にこれもね、その本はバロメーターってさっきから何度も言ってるけど、うん、あ、私もできそうって思うか、あ、でもやっぱりこれぐらい好きってことに熱量ないと好きを仕事にするの難しいんだなって思う、その判断の一つね、あのアドバイスになったりとかすると思うんで、これぜひ読んでほしいなと思います。帯もいいよね。仕事も恋愛も同じ、動かないと何も始まらない。本当そう、うん、だからみんなの元気になればいいなと思います。はい、わーいよし、じゃ次、人間関係は良好だけど仕事内容に飽きを感じてしまっています。あ、これね、今日めちゃくちゃ勧めたかった本があるんです。私も最近出会って大好き、世界はふむふむに満ちている。これどこか爆買いで買ったよね。だった気がします。うん、超いいです。これ飽きちゃってんだよね。そしたらいろんな仕事見ましょうということで、212個の仕事についてあの調査した話を短くまとめてくれていて、1ページ目、この世は思ったよりずっと広くて賑やかみたいだと。それを全部お仕事で見ていくんですよ。アマさんとか、イシクさんとか、インタビュー、これがね、泣けんのよ。なそう、そうなんですか。もう仕事ってさ、やっぱお金とか生活とかさ、うん、その折り合いとか夢とか覚悟みたいな話が多いんだけど、なんかこれは本当に心から仕事を楽しむっていうことで、それの心構えとか歴史とかそういう話をしてくれて、泣けんのよ。そうなんだ、結構深いです。ありがとうございます。これね、短歌ぐらいいい。いや、短い文章って侮れないよね。なんか良すぎて、私本当に第一章アマさんとか声に出して読んじゃった、これを見て、あ、世の中はふむふむに満ちているって思ってほしい。だって飽きちゃってんだもんね。うん、だからいろんな職業があって世の中は賑やかだっていうことを知って、まだ、ね、だ人間関係は良好だけどってこの方言ってるから、うん、こういう癒しのトーンも大丈夫だと。うわー、いいですね、眼科医。でしかもその眼科医のお金の話とか、うん、こう名声とか、うん、そう地位の話じゃなくて、多分目の話とかするんだよね。もうとにかくいい。これあの最近一番今年出会った本の中でも絶対いいランキング入っちゃう。ずっと言ってます、ね、なのでもう誰でもおすすめですこれ。わあ、はい、ありがとうございます。では、あ、最後だ。なんか汗かいちゃった。これ本当疲れるね。体力使いますね。よし、じゃあ最後いきます。うん、自分にだけ当たりの強い上司の対応にクリアしています。うん、何かありますか。どうしよう、これですね。チャプターズでもすっごい初期に出しました、日向弁当。懐かしいよね。これは何をやってもダメな普通のサラリーマンが勤務先で人員削減の発表があって、うん、でそこで の左遷があり、もう職場で虐げられ、もうダメだって言ってリストラになっちゃうんだけど、それを家族に言えない、うん、でそんな中でなんか道をとぼとぼ歩いてたら、あるものを見つけて、え、俺これで仕事したいかもって言って、本当にちっちゃな起業をする話で、起業とも呼べないかも。でもあのこのね、表紙ももうそのまんまで、このちょっと解消なさそうなお父さん、サラリーマン、普通のサラリーマンが好きを見つけてこう自分のやりたい方向に向かっていくっていう、うんうん、って思うとさ、起業する人って絶対準備万端じゃないというか、うんうん、明日は起業日もしっかり、メイドイン京都もこれも、うんうん、結婚がうまくいかないとかリストラとか、こうさせなんかこう派遣切りとかわかんないけど、なんかのピンチの時にどん底だからこれ以上下はないだろうって動く方が、あ、意外と続いてるのかもしれない。確かに、うん、だからもしなんか仕事で今動き出すことに悩んでる、転職すべきかとかさ、やりたいことが見つからないとかいろんなことがあるけど、なんかそのピンチになった時に出てくるやりたいことは結構それって正解かもしれない。うん、今もしうまくいってないとか辛い時は、それは物語の冒頭だと思って、そのイントロをどうやって乗り越えて素敵な自分だけの物語していくかっていうのを考えてもらえると、ちょっと仕事楽になったらいいな、なんて人事ですが思ったりします。めっちゃ紹介しましたね。しかもさ、これもうすごい結構日々本紹介しちゃってるじゃん。でしかもさ、いい本しか紹介したくないじゃん。だからもう大変、もう必死です。こちらめっちゃある。何冊？わかんない、ないのもあったもんね、15冊ぐらい。ちょっとみんなの何かになってほしい、本当に、うん、励ましになればなと思ってますという形で、前半戦仕事
これやっぱ大変だね。増えたしね、選手も倍になりましたね。何かになれば。ありがたいね。いいです。お願いします。はい、お願いします。届け。届け。はい、ということで、また次の動画で会いましょう。失礼します。バイバーイ。あー、疲れた。